マイケル・アン・ソニー・アビレスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手。宇ト右打ち、ウチ。おじにフィラデルフィア・フィリーズなどでプレーしたラモン・アビレスがいる。カンザスシティ・ロイヤルズ時代2003年の MLB ドラフト7巡目でカンザスシティ・ロイヤルズから指名を受け、プロ入り。同年、ルーキー級アリゾナリーグ・ロイヤルズでプロデビューした。 2004年は A 級ウィルミントンブルーロックス、2005年は AA 級ウィチタラングラーズ、2006年はトリプル A 級オマハロイヤルズと昇格していった。2007年にはロイヤルズ参加の最優秀マイナー選手に選出された。2008年5月にビリー・バトラーのマイナー降格に伴ってメジャー昇格を果たし、5月29日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー。 6月以降、月間打率は3割を下回ることなく、シーズンを終え、102試合の出場で打率。325.10本塁打、51打点を、記録。ロイヤルズ最優秀選手やトップス、ルーキーオールスターチームに選出されたり、ハンクアーロン賞の候補になった。新人王の投票では4位に入った。2009年開幕前の3月に開催された第2回。 ワールドベースボールクラシックでは、両親が、プエルトリコ出身であることから、プエルトリコ代表に選出された。シーズンでは5月に右肘を痛めて、トミー・ジョン手術を受けシーズンを終える。2010年は、開幕からメジャーのロースター入りするも、2試合に出場後、マイナーでの調整を言い渡され、5月4日に、メジャー復帰。主に二塁手として起用された。 ボストンレッドソックス時代2011年は主に三類一種として起用される。7月30日にヤマイコ、ナバーロ、ケンドール・ボルツとのトレードでボストンレッドソックスに移籍。2012年はマルコス・クータロ、ジェドラウリーの放出によって遊撃のレギュラーとなり、提出類率の傾向は相変わらずだったが、初の規定打席到達を果たした。 クリーブランドインディアンス時代2012年10月21日にデビッド・カーペンターとジョン・ファレル監督との1対2のトレードでトロントブルージェイズに移籍した11月3日にはエスミル・ロジャースとのトレードでヤン・ゴームズと共にクリーブランドインディアンスに移籍した2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のプエルトリコ代表に 選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、内野のユーティリティとして124試合で起用された。打撃では、打率25、252.9本塁打、46打点、8盗塁という成績を残した。守備では主に3塁と遊撃を守り、3塁での、DRS は5だったが、遊撃ではを記録した。2014年も、 同様の役割を担い、113試合で打率。247.5本塁打、39打点という打撃成績をマーク。盗塁は、自身4度目となるシーズン14盗塁を決めた。守備では、この年から、外野の守備につく機会も増え、保守と一塁手以外の全ポジションを守った。三塁ではややエラーが多めだったが、無難な守備を見せた。 2015年は、白血病で闘病中の4歳のマナ娘、アドリアナの看病のため、7月に一時的に長期離脱することを決意。そのため、4年ぶりに出場試合数が100未満に終わり、98試合出場だった。打撃では、打率、231.5本塁打、17打点という、成績を残し、打率は2年連続で低下した。守備では、 2014年と同じような内容を示した。同年11月2日に FA となった。2015年12月18日にデトロイトタイガースと1年200万ドルで契約を結んだ。2016年8月16日にエリック・アイバーとのトレードでケイドシビキーと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍したが、翌17日にディエフェ21日に自由契約となった。 2017年2月8日に第4回 WBC のプエルトリコ代表に選出され、3大会連続3度目の選出となった。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。その後、5月4日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスで1試合出場後、 5月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが3試合で5打数無安打と結果を残せず5月17日に DF19 日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ニューオーリンズへ配属された。7月25日に再びメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。この年メジャーでは37試合に出場して打率。 233.1本類だ。8打点の成績を残した。オフの11月2日に FA となった。ありがとうございます。